ピーターパンのイラストピーターパンの像ネバーランドで笛を吹くピーターパンのイラストピーターパンはイギリススコットランドの作家ジェームス・マシュー・バリーの儀曲ピーターパンすなわち大人になりたがらない少年小説ピーターパンとウェンディの主人公である架空の少年ネバーランドに住む少年で空を自由に飛ぶことができ決して大人になることがないウェンディたちのいる部屋を訪れた時に ダーリング夫人に見つかり、ちょうどタイミングよく、現れた飼い犬の七に飛びかかられ、驚いて逃げる際に窓を閉められてちょんぎれてしまった。影を取り戻すためにやってくる。ちょっとうぬぼれの強い気取り屋であるが勇気ある少年。ただし覚えることが苦手ですぐに忘れてしまう。筋だらけの枯葉を樹液で貼り付けた服を着ている。ダーリング夫人に見つかった時、彼女が大人だとわかると。 小さい真珠のような綺麗に生えそろった乳歯で歯ぎしりをしている。服装は服とズボンの色が緑色で緑色の帽子をかぶる。帽子には赤と白のツートンカラーの羽がついている。勇気ある一本気な青年で黄緑色の服と帽子と緑色のズボンと土色の靴を着る。探検を持っている。帽子についている羽の色は赤である。 ネバーランドに住む永遠の少年。公式設定によると年齢は12歳。パートナーとして、妖精ティン・カーベルを連れている。また、隠れ家に、迷子たちと共に住んでおり、彼らにとって、ピーターの命令は絶対である。命令に背いたり、ピーターの意にそぐわない行動を起こすと反逆罪と、みなされ、処罰を受ける。基本的に、 正義感が強く、相手と取り交わした約束はたとえ自分に不利なもので、あっても遵守しようとする。一方で、女性たちに人気があることを多少鼻にかけている節があり、たびたび女心を理解せずに軽薄な言動をとって、ティンクやウェンディを怒らせることがあるが、本人曰く、ティンクが世界で一番大切とのこと。また、子供特有と言える残酷さも併せ持っており、 フック船長の左手を切り落として、ワニに食べさせたことも、ただの遊びと反省している様子はない。ネバーランドから、現実世界にやってくることもしばしばあるらしく、ウェンディの自分に関する話を聞くことを楽しみにしている。その際に、飼い犬のナナに影を奪われてしまい、彼が失った影を奪還しにやってきたことで、物語が始まる。非正能力を持つが、本人曰く、 どうやって飛べるようになったか忘れたらしい。一応、楽しいことを考えるだけで飛べるとは語っている。インディアン集落に戻った後、州長の一人、空飛ぶ足として、迷子たちにいろんなことを教える。州長になった時は、ウェンディのことを、小さなお母さんと呼んでいた。ドクロガンにいた時に、海の魔物を声を演じた描写がある。終盤では、 ピーター・パン船長と名乗り、ウェンディたち三人をロンドンへ返してあげた。フック船長にさらわれてしまったジェーンを助け出し、ロストボーイたちと共に遊ぶ楽しさや子供らしさについて教える。終盤で、ジェーンを送り届けた際ウェンディと再会し、大人になっても自分を覚えていたことを喜んだ。ネバーランドにやってきたソラたちと協力する。服装は、服の色が濃い緑色で、 黄色のズボンを着る。帽子の色は赤一色である。髪の色が大々色。ベルトは赤と黄色の縞になっている。服装は服の色が黄緑色で緑色のズボンを着る。帽子についている羽の色は大々色である。髪の色がリストバンド同様焦げ茶色になっている。服装は服とズボンの色が青色で葉っぱの飾りをつけていて、 探検を持っている。服装は、レオタードと帽子の色が緑色で、先だけが黄色い羽の飾りをつけていて、ベルトには探検を指している。冒険といたずらが大好きで、嫌いなものは退屈。笛を吹くのが上手で、その笛から奏でられる音色は様々。少々いい加減な性格で忘れっぽく、仲間の名前もなかなか覚えられない。服装は、服の色が肌色で、 茶色の直キを着る。一時間枠での初回放送版ことスペシャル放送版では、ウェンディの夢の中に現れフック船長と対決した後、今度は、その、ウェンディの家に現れ木馬に乗って遊んでいた。しかし、そこへ現れたナナに驚いて逃げてしまった。その際、自分の影を落としてしまった。再度、ウェンディの家に現れた際は、ティンクと一緒にやってきた。 ウェンディに自分の影を塗ってもらったお礼に首飾りをあげた。ウェンディたちがピンチになっている時に遊びに行ってしまう描写が毎回あるが、第3話では海賊からウェンディたちを守ったり、第14話ではスリルムさんに出かけたマイケルを探して見つけ出した後、カーリーたちのもとへ送ったり、第15話ではチェッコの言葉を聞いて海賊船の中に潜入。 戦場室の中の机の引き出しをティンクと一緒に探ったりしていた。第9、16話では、ウェンディと喧嘩して拗ねてしまうが、最後は仲良くなった描写がある。41話にて、ウェンディの娘ジェーンと出会い共に冒険の旅に出る。服装は、レオタードの色が、焦げ茶色でオード色のマントを着る。外見上、ディズニー版に似ているが、 枯葉のような形の羽飾りと焦げ茶の髪が特徴。青緑色の帽子と靴と緑色の服を着る。ディズニー版同様、探検を持っている。帽子に赤のリボンをつけている。ベルトをしている。服装は服と帽子、靴の色が緑色で青緑色のズボンを着る。スーパーアニメファンタジー版同様、ベルトをしている。服装は直気の色が 黄緑色で緑色の服と黄緑色のズボンと青緑色の帽子と靴を着る帽子に緑色の羽をつけている首に緑色のスカーフをしている着髪をしていて葉っぱでできた緑色の服と緑色のレオタードを着る茶髪をしていて青い直キと赤いスカーフと黄色の服と緑色のズボンを着る帽子に白い羽をつけている 服装は、服と、帽子、スカーフ、靴の色が緑色で青緑色のズボンを着る。濃い緑の服と黒い線の入った羽のついた緑の帽子を着ている。服装は、レオタードの色が緑色で葉っぱだらけの服を着る。映画、フックでは置いたウェンディを見て子供であるのはやめて、ピーター・バニングと名を変えて40歳の大人となって、弁護士となる。中盤で、 記憶を取り戻す。そして新しい迷子たちと、ルフィオと共に、フック船長と海賊たちに戦いを挑む。最後は、フック船長に勝利した後、現実世界へ帰還。息子のジャックと娘のマギー、妻のモイラと友人のウェンディと、トゥートルズと共に幸せに暮らした。映画、ピーターパンでもちょっと気取り屋であるが勇気ある少年で、緑の服を着ている。 ディズニー版と同じ姿をしているが、全体的にアレンジされている。テレビドラマ、ワンスアポンアタイムでは、第3シーズンより登場。頭脳明晰で恐ろしいキャラクターで、笛吹き男と同一人物という設定である。バラエティ番組、トリビアの泉、素晴らしき無駄知識において、童話、ピーターパンで、ピーターパンの仲間に子供しかいないのは、 ピーターパンが成長した子供を殺しているからという内容のトリビアが放映されたことがあった。ウェンディたちを冒険に連れ出す前に幾度となくピーターパンは訪れているが、ウェンディたちは眠っているので気がついていない。フック船長を殺したことすらすぐに忘れている。ダーリング夫人はかつてピーターパンの存在を信じていたためか、一見してその少年が、 ピーターパンであることを理解している。誰かが息をは、第十一章。まびかれてしまいますは、第五章にある。第五章には、迷子たちを除いて全員地に飢えていました。迷子たちもいつもなら血を求めるという表現もある。ありがとうございます。